デートはいけないか。これでも、ダメよね。また。あ、盾かぶせ、盾。お金あったかな？ちょ、盾買おうか、盾。あ、こっちになかったっけ？どうせ今日もね、ダメだけど、それ来週、再来週の予定をちょっと、取り付けたいな。できれば。盾を買おう。最近ね、その暗黒盾っていうのはよく分かってきたんで。バイトができる。嫌なバイトが蘇るぜ。スモールソードは差がある。上がる。ビーストキラー。あ、ウォーハンマー、相当強いな、あれ。多分買わなくていい。あれ？ここは、あ、そっかそっか。武器屋か。盾は防具屋か。そう。もうドラゴンズドグマオンラインのせいで盾も武器として認識するようになったからな。R はやったことないんですけど、風雷の試練かなんかで怖えな。バトルカウンターっていう、殴られると相手にもダメージが入るっていう盾があるみたいですが、ああいうのがいいね。盾、バックラー、ラウンドシールド。300円もすんの？高い。じゃあ1個買っとこうか。よし。で、これを、R くんにつけよう。他にも要は1、今回ないっすね。別に後でもいいかな。いや。あ、まあいいや、後で。あ、いやいやいや、今つけよう。いつでもね、メニュー開けるんだけど、戦闘の前に自分でメニュー開けるかっていう自信がないんでね。レベル11、結構上がったね。あ、しまった。酒場に行ってデートの約束をこぎつければ。本当にデートできるのかな？あれかな、酒場のオーダーのアルバイトをきちんとやってないとダメだったりするのかな？どうする？どうするつったってな、バイトできるんだ。あ、R さん、今日はどうされたんですか？これからはダメなんだよね。これからは女の子と約束じゃなくて、他の女の子が休み入ってるから、今度の日曜、どうなんだろう、これ。これ、好感度とか上げていった方がいいのかな？上げてた方がいいからすんな。もう R さんたらからかわないでください。私仕事がありますから。で、他のところに行って。ああ、どうなんだろうな。これ、どの程度ギャルゲーしてんのかよくわかんねえんだよな。どうする？で、ポーチと話せるんだよね。話せると思ってたから。だから、今度の日曜デートしよう。おい、そんな顔するんじゃないよ。お前。お前、ふざけんなよ。食事はできないから、ちょっと、もう一回いいかな。あれ？これ、もうポーチさんと折れてんのかな？もう一回話すよ、ちょっと。いい加減にしろっつってパンチされない限り。今からだ、今からデートは。そんな急に言われても、いきなりお店休めないから。この女。となると、友達、まあ誰かパッとかチコか誘って、こかパッと誘って、カジノへ、カジノじゃねえや、酒場に行ってお食事をして、好感度を上げる。わかんないな。どうやったらデートできんだ？このゲームがそう、どの程度なのかがわかんないんだよな。素敵な髪型ですね。ベッド。とりあえず、銃から行こうか。ドローカード。俺のターン。ああ、弱い。14。やだなぁ。お、よし、いける。
よし、オッケー。よしよし、いいぞ。難しいな。勝てる自信があればダブルダウンでね、倍プッシュしてもいいんだけど。あー、18か。ヒット、ステイ、ドロー。引き分けでもね、賭け金がね、返ってこないんだよね。プラス、引くこともできないんだよね。でも、ステイしかねえな。バカ野郎。まだ2円かけていいっすか？自分2円いいっすか？17か。1 ああ、もう最悪だよ。俺間違えちゃって、ダブルダウンあったじゃないですか。賭け金倍にしてっていうの。もう1枚引いて、そう、勝負しないといけないみたいで、うっかりしてた。ちょっと0円じゃやばいんで、お金稼いでおきますね。ほい、100ゴールド。まああればいいでしょう。まあもともと100ゴールドぐらいだしね。150ゴールドぐらいだったっけ？お買い物してちょっと減っちゃったから、まあいいでしょう。もしかしたらこれさ、リリスとかを連れてって、ゴロ付きのやつをしばき倒して、っていうのもいいのかもしれないよね。一応、まあ公園も回ってみようか。女の子はいるかもしれない。お、なんだ？ようこそいらっしゃい。改装オープンした巨大迷路だよ。お題は一人20ゴールド。どうだね？遊んでいくかい？なんかあるんですか、ルール。それじゃあルールを説明するよ。タイムトライアルという出口にたどり着く時間を制限時間内で競うのと、メダル集めっていう制限時間でどれだけ20枚のメダルを集められるか。どちらも参加料は20ゴールド。どっちもとっても面白いよ。いい成績を出せばその辺じゃちょっと売ってない品物をプレゼントさせてもらうし、わからなかったら四角ボタンを押してみてね。遊び方はわかるようになってるからね。ありがとうございます。どう？ぜひ一度お試しあれ。遊ぼう。それじゃあ25ゴールドです。はい、お一人様ご案内。で、どっち遊ぶのかな？もう普通にタイムトライアルやってみようか。メダルは難しそう。それじゃあ難易度はどうする？難易度が高いと商品は豪華になるけど難しくなるよ。こんなものは上、待て。よくわからないんで中級から始めよう。それじゃあ用意はいいかな？もし3分、2分、1分以内にクリアできたら、それぞれ商品を用意してるから頑張ってね。レッツスタート。任せろ。わあ、女神転生。バカ野郎。わあ、クソが。こんなものわかるわけねえだろうがよ。どんだって右、西も東もないのにな。こんな、ああ、わかるわけないよ、こんなの。だってさ、左が正しいのか右が正しいのかわかんねえのにさ。おい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 。こいつはナンセンスだろう。美しくねえよ。汚ねえよ、こんなの。あ、待てよ。タイムトライアルっていう場所を探せばいいのか。だから、どこが正解かはわからないのかな。1分、制限時間は増えていくのか。だから、あと10秒以内に、この角を曲が、あれ？これ来たとこだな。匂いでわかる。なるべく早く見つければ、それでいいのか。それでいいのかってな、言ったって俺わかんないよ、これ。酔ったらごめんね。おー、これはきつい。これはわからんでしょう。どうする？
こっち、まだ道がある？おぉ、ないわ。あ、バックもできるのか。まあ、バックできてもしょうがねえもんな。だいたいスタート地点がさ、スタート地点の段階でなんかおかしな感じしたんだよな。バックできそうな感じがしたんだけど、もう今更スタート地点に戻るって言ったってわかんないしな。ちなみに、リタイアは？あるんだ。え、マーク実行、右移動、左移動。どういうこと？ああ、そういうのあったんだ。それは、すぐ知りたかったな。ああ、でもこれマークの使い方もよくわかんねえな。ちょ、この辺置いて、巻いとくか。巻いとくか。適当に巻いとくか。こう、いや、巻いたってわかんねえだろ、こんなの。どうしよう。じゃあ、ここ巻いとくか。拾うことはできるのかな。うわー、これ難しいよ。あと40秒でしょ？これ3分過ぎちゃったらギブアップしていいのかな？これで中級って上級どんだけ広いんだよ。あー、あ、拾える。偶然すぎる。こんな優しさいらねえよ。どうしよう。うわー、これ、わかる人いるのかな？むしろ俺が本当に同じところばっかりぐるぐる回ってたらどうしよう。でも人間ってそういう感じがするんだけど、どうですか？うわぁ、あー、3分経っちゃった。もうギブアップ、いい、もうゴールしてもいいかな。でもさ、そんなに遠くないってことだよね。一周一周っていうか、俺の回ってる場所がさ、ということはちょうど俺の行ってない場所がどこかにあって、そこにいつまでもいつまでもここが通ったよね、たどり着けてないってことになると思うんだけど、どうなんだろう。これランダムゴールランダムなのかな。どうしようかな。もうあまり進んでも意味がないからな、これは。うわ、難しいな。あの RPG パートみたいに進むかと思ってたんだけど、そんなことはなかったぜ。あて、何歩、5、6歩先が見えないもんね、このゲーム。いろいろ作るのはさ、すごいけどさ、ゲームとしてね。これはだって、あの、いわゆるマッピング、しないといけないんじゃないの？あ、ごめん、巻いちゃった。こんなところで巻く必要ないんだよ。5分になったらやめるか。酔ってきちゃった。いやー、難しすぎでしょう。これ抜けられる、ここも通ったな。通ったところはね、わかるんだけどね、通ったって。ここなんか通ったよねって言って通っちゃったところかな。うわ、あまりにハードすぎるだろう、このゲーム。すん詰まっちゃったよ。5分か。じゃあ、やめようか。もう枝分かれ。もう しちゃったしね。これ、答えとか見せてくれたら嬉しいんだけどな、最後に。正解は、こんな感じでした、みたいな。あるわけないね、そういうのは。残念。今度は頑張ってね。はい、ありがとうございました。いや、これはちょっとね、画面酔いを考えると無理ですね。再挑戦はちょっと、できる気がしない。ここは、公園はもう何もないんだね。全部回ってみたんだけど、どうやら他の、女の子、まあ、誰でもいいんだけど、デートをしないと、ここには来ても意味ないんだろうな。じゃあどうするかっていう話だよ。ポーチェさん。ちょっとポーチェさん一択、なんですけど。
宿屋のおばちゃんとかと話す。俺はババア属性はないんですがね。ババア、あれ、ある、住宅街ってのは何だっけ。あ、こっちはこっちでなんかあるんだ。別にここには何もない。勝手に決めんじゃねえよ。ちょっと路地裏歩いて可愛い子見つけるかもしれねえだろ。多分なんか最近の R くんね、R ダークナイト君はチャラいから、もしかしたらナンパとかできるかもしれないから、ちょっとアルバイトするぞ俺。ここでアルバイトをして、まあ R さんアルバイトをしてくれるんですかって、経験値を稼いでいく。やり方は分かってますよね。任せろ。うん、また後で話しましょうね。アルバイト、もう、ちょっと、ゲスかもしれないから、好感度を上げていくぜ。一回ね、これパーフェクト取ったんですよ。ちょっと早くね。ちょっと早いんだけど。もう覚えてないよ。一番最初のメニュー知らないんだけど。おい、増えすぎ。塩辛はどっちだ？二人しかいないんだけど。二択で間違えてどういうことですかね。ドラゴンキラー種。キラー種はどっち？こっちかな？おー、増やすな。熱々キュスト。コモモカクテルはこっちのお兄さんかな？うん。おー、やめろ、増やすな。ロゼ、お酒かな。メヘングライスはこの人かな。ちょ、させん。サワーンの生肝と塩辛、カラカラか。ロゼ、お酒は誰だったっけ。もう覚えてないよ。ああ、めっちゃ間違えたよ今回。てかレベルが高すぎるんだけど。張り手待った話だろうなこれ。はい、マスター、7回間違えたのが5回。そんなでもないか。26ゴールド疲れませんでしたが。俺はもうお疲れだよ。またアルバイトしてくださいね。食事はできないんだ。ここでさ、食事が出るってことは、お友達を呼んできても、そのアルバイトはできるのかな。さ、できない気がするんだよな。まあ今回はこんな感じにしようか。他でも行くとこないもんね。お城行っても頑張るぞっていうだけだし、弊社に行けなくなってんだけど、第一と第二弊社に。じゃあもう行くとこそんなないよね。まだ行ってないところあるけどね。噴水はね、頑張るぞ。だから詩人ポエリーハート、ちょっとじゃあ絵描きどころ行ってみようか。ポッポ岩脇さんかな。うわぁ怖い。いや、いらっしゃい、ここは絵描きどころだよ。絵を描いてほしいなら1枚20ゴールドだけど、寄ってくかい。絵を、どういうこと。うん、システム絵描きのガストン。はい、肖像画を描く。好きな背景を選んでポーズを取ってくれれば、あっという間に。はあ、ああ、なるほど。1枚につき30枚しか絵を描かないというより、その人の絵を30以上手元に置いておきたくない。31枚目を描くようなこともしない。ああ、なるほど。これは必要なさそうなシステムだね。このゲーム内の、まあ、無理な話なんだろうな。
ここはじゃあ必要なさそうだな。女の子がいるかなとちょっと思ったんだけど、一応じゃあ主人公でもポエリーさんも確か男の人なんじゃないかな。うわー、またやばそうなヒゲだな。あの名前なんつんだっけな、あのメガネ、ベルモンテ、ベルモンテなんだ、悪魔城か、あれベルモンとか。大丈夫大丈夫。お、もしかして海パン、海パン一丁で芸人さんやるかな、そのうち。夢の世界にご出発。あれ、バッドエンド来る。私ともお互いの超一流アーティストたちの完全なグレートポエムが濁り切った世間をどっぷり使った優の脳みそをもみもみ優しくマッサージ。ふん、ワンダフル。ご利用の仕方はとっても簡単。ポエムを読むポエマーをお一人選んでお金を払えば、値段に合ったポエムをあなたのためだけに歌ってくださいます。もしポエマーのことを特命かつスペシャルアイテムをお持ちならば、それはもうとってもゴージャス、エクセ、エクセレント。そのアイテムを見せれば、素晴らしい歌があなたへのヘブンズドアにミッドナイトエクスプレス。面白いなこの人。一度聴いていただいた詩をワンスモアリクエストの場合、なんと無料で何度でもお聞かせいたしましょう、うん、そいつはエクセレントだな。チャーミーでキュートな詩が得意なゴンザレス。巻き毛に巻かれて寝てみたいシンシア。帝王として名を星回りする達人ジョセフ。また今度にしよう。お金がないんです。こっちとら、アルバイト、アルバイトで126ゴールドぐらいしかないんだよ。俺はもう帰るぞ。ミニゲームと、なんだろう、そういうミニ要素がいっぱいあるんだね。俺は本編を黙々と進めていくぜ。ただしデートはしたい。よし、じゃあ今回はまたこれで終わりですかね。今日はもう帰ろうか。帰るに決まってんだろ。ポーチェさんとの、なんだろう、イチャイチャの仕方がわからない。本気で悩んでんだけど、なんかポンポン進めてるように見えて。いつの間にか外は薄暗くなっていた。今日も一日が終わった。明日は月曜日、また訓練が始まる。これは同じことを繰り返す。大丈夫かこれ、ちゃんと俺楽しめるのか。じゃあよろしく。本編は楽しんでるけどね。じゃあご視聴ありがとうございました。